どうも皆さん、突然ライダーです。今日はいつもお世話になっているホンダドリーム福島富山店さんに来ております。話題となっているあるバイクを見に来ましたが、それはこちらです。おお、かっこいい。9月29日に発売となったホーク11、カラーリングはパールホークスアイブルー。今日はこちらのホーク11をじっくりと見ていきます。さあ、それでは早速見ていきましょう。この角度から見るホーク11、めちゃくちゃかっこいいです。やはり注目すべきは FRP 製のこのロケットカウル。どこか懐かしさを感じさせますが、この滑らかな曲線が現代風のシルエットと感じさせます。主体となっているブルーにシルバーを組み合わせたデザイン、インパクトを残しつつもどこか落ち着いた感じがして、まさに大人のバイクといった印象を受けます。エンジンは水冷4ストローク OHC4 バルブ直列2気筒の 1082cc となっております。アフリカツイン系のエンジンと話題となっており、他に NT1100、レブル1100といったエンジンと同じ形状になっています。シリンダーケースがシルバー色となっているところもとても魅力的ですよね。フレームは適度な剛性を持たせたスチール製とアルミ製のリアフレームが採用され、車両重量はなんと 214kg となっています。コンセプトは違いますが、ホンダの同じ 1100cc エンジンを搭載した車両の中では最も最軽量。これは驚きです。変速機については6速のマニュアルトランスミッションとなっています。それではフロントから足回りを見ていきましょう。フロントフォークはプリロード設定が可能な昭和製のビッグピストンが採用された倒立フォークとなっています。タイヤサイズは前後ともに17インチ、フロントタイヤは120/70となっています。またキャスター角が25度、トレール量が98ミリとなっていることで、走行時のハンドリングの良さが想像できます。さすがオンロードスポーツバイクといったところでしょうか。それではブレーキを見ていきましょう。フロントブレーキは日清製で、ラジアルマウントされた対向型4ポッドキャリパーが採用されています。それからブレーキディスクはフローティングされたダブルディスクとなっております。これだけでも高い制動効率と思うのですが、フロントブレーキにはラジアルタイプのマスターシリンダーを使うことで、より高い制動効率とコントロールを追求しているようです。それからフロントのブレーキレバーはダイヤル式となっているので、好みに合わせた幅の調整が可能となっています。さあ、それではリア周りを見ていきましょう。リアのサスペンションはアルミ製のスイングアームにプロリンクと分離加圧式ダンパーを組み合わせた構造となっています。しかもダイヤル式のプリロードアジャスターがついているので、ダイヤルを回すだけで簡単に自分好みの調整が可能となっています。リアのブレーキを見ていきましょう。リアブレーキも日清製で、シングルポッドキャリパーとシングルディスクが採用されています。もちろん前後とも ABS が装備されています。タイヤサイズは前後ともに17インチとなっておりますが、リアのサイズは 180/55 です。マフラーは割と大きめで高い位置に設定されています。ワインディング走行が楽しめるようにバンク角を確保しているようです。それではシートなんですが、タンクとのつなぎ目の部分がスリムになっているので足つき性は良さそうに感じます。シート全体はこのようになっていて、スリムにも見えますが、座面がある程度確保されているので乗り心地は良さそうです。柔らかすぎず硬すぎず、ちょうどいい感じのシートです。一度またがってメーターとハンドル周りを見ていきたいと思います。ヒューエルタンクは上から見ると大きく見えますが、容量は14リットル。メリハリのある美しい形状となっています。ハンドルの左側のスイッチはこのようになっていて、ハザードとライトの切り替え、カーソルボタン、モードセレクト、クラクションとウインカーのスイッチがあります。右側はキルスイッチ兼用のスタートボタンのみとなっていて、とてもシンプル。それからアクセルはスロットルバイワイヤシステムとなっています。盗難抑止機構、いわゆるセキュリティもついているようです。ホーク11の特徴的なミラーはカウルマウントステーから横方向に飛び出た感じが特徴的です。それではメーター周りを見ていきましょう。かっこいいオープニング画面。メーターはレブル1100と同じように見えるクロノグラフっぽい反転液晶モニターになっています。タコメーター、ギアのポジション、時計に速度計、それから温度計、これはありがたいですね。あとは燃料系。注目はライディングモードがあるということと、パワー、トルク、エンジンブレーキのコントロール設定が可能というところです。
それでは走行モードを見ていきましょう。1つ目はスポーツモード、2つ目がスタンダード、3つ目がレイン、4つ目がユーザー。ユーザーモードに関しては自分好みのパワー、トルク、エンジンブレーキを設定することができるようです。ヘッドライトはラウンド形状になっており、ロケットカウルから放たれる LED ライト、近目はこのようになっています。それから遠目です。テールライトも LED となっております。さて、それでは外に来たので車両をもう一度一周回ってみましょう。こうやって改めて見てみると昔と現代風が合わさった感じのバイクとなっています。ロケットカウルについては好みが分かれると思いますが、モダンで洗練された雰囲気がまたいいですよね。それでは改めてまたがって足つきをチェックしたいと思います。オンロードスポーツバイクならではのシート高は 820mm、 シートがスリムになっているのでまっすぐと足が下ろせる印象です。身長 171cm でもかかとは浮きますが安定感はありますね。ハンドルはセパレートハンドルとなっており、やや低めに設定してありますが、大型の SS よりは前傾はきつくないです。ステップの位置は高く、ややバックステップ気味ですが、イメージよりはきつくない印象です。こうやってまたがってみると本当にシートがスリムに感じます。気になる点としてはサイドスタンドがかけにくいです。慣れていないせいもあると思いますが、ステップに足が引っかかります。乗ったまま行うとこんな感じです。ステップに足が引っかかってしまいます。まあこんな感じで慣れるまで大変かもしれません。それでは気になるバックミラーを見ていきましょう。カウルマウントステーから何度も曲げられて飛び出すミラー、実際に見やすいのかどうか確かめてみます。違和感感じず後方を確認することができます。実際にまたがって後方を確認していますが、セパレートハンドルに捕まった時の体幹の前傾とミラーの位置がちょうどいい感じです。それではエンジンをかけてみましょう。調律された音いいですね。2気筒ならではの鼓動感、走りと音ともに楽しめるバイクだと思います。ホークイレブンをじっくりと見てきましたが、個性的なスタイリングのロケットカウル、レトロ感感じつつも実際に見てみると最新の技術がふんだんに使われた大人のバイクという印象を受けました。このホークイレブン、カラーリングは2種類となっており、パールホークスアイブルーとグラファイトブラックとなっております。カラーリングが変わるだけでまた違った味わい深さを感じます。せっかくなので押してみたいと思います。こうやって押してみると車両重量が 214kg なのでさほど重さは感じません。今度はバックで押してみます。意外とスムーズに押し引きできますね。はい、こんな感じで意外と簡単に取り回しはできました。それから車両の詳細についてはこちらです。さあ今日はですね、9月29日に発売されたホークイレブンを詳しく見てきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ロケットカウルだけに注目してしまうとちょっとやんちゃな感じもしますが、全体的に見ると落ち着いた大人のバイクといった印象を受けました。ご購入を検討されている方や気になる方の参考になればと思います。以上、ホークイレブンについてのご紹介でした。それではまた。動画ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。